はい、本日はですね、こちらアークテリクスのカパフーディを紹介していきたいなと思います。この動画をですね、僕のおかんに見られたらですね、怒られる可能性が非常に高いんですけども、なんでそんなことがあるかというとですね、これパッて見てもらったらわかりますよね。全く同じようなジャケット買って、またあんた同じようなもん買ってんのって言われそうな気がしますが、まあまあ仕方ない、それでも進めていこうということでこちら紹介していくんですけども、まあ、カッパフーディーなんでこれまた同じようなやつ買ったかというとですね、以前アークテリクス持ってるやつ全部紹介しますっていう動画出したんですね。でその時にもしレビューしてほしいやつあったらなんか言ってくださいって言った時に、結構このカッパフーディーが多かったんですよ。でそれこそ僕も普段からインスタとかでもカッパフーディー紹介してくださいっていうことを言ってたんで、これ別に名前はねカッパフーディーって言ってますけど、またふざけたこと、真面目な顔してふざけたことを僕が言ってるわけじゃなくて、まあ、正式名称がカッパフーディーという名前になってて、まあ、別にこれから喋っていくんですけど、特にカッパである要素は全くなくて、まあ、どういう意味でカッパフーディーのカッパがついたのかは知らないんですけども、まあ、いつも通りですね、これを紹介していきたいなと思います。で、このアウターがですね、結構なんか位置づけが難しいと言いますか、そんなめっちゃくちゃゴリゴリのダウンジャケットでもないし、かといって薄手でもないしみたいな、まあ、こう、ええ塩梅というか、悪く言えば中途半端というか、なんかまあその微妙なラインあるんですよね。だからその辺のお話をしていきたいなと思いますので、今日の流れはですね、まずは形とか生地感っていうのをまず見てもらって、でその次に特徴ですよね、このカッパフーディーならではの特徴っていうのを話して、その次にデメリットとは言いながらもここはどうですかと、まあ、これはデメリットとも言ってるんですけど、とはいえ、まあ、人によってはこれはメリットになる部分でもあるんかななんかは思ったりするんですが、まあ、そんなとこ言って、次におすすめの人ですね、このカッパフーディーはこういう方には向いてると思うけど、逆にこういう方にあんま向いてないと思うんですよみたいな話をして、最後にサイズ感という順番でいきたいなと思いますので、その流れいきたいなと思います。まずは最初パッて見ていくとですね、生地感とか形とかを見ていきたいんですけど、まず生地感をね見ていきましょうか。どっちかというと映像から見てもらってわかるかもしれないんですけど、シャリシャリした感じというか、いかにもアウターシェルっぽい感じになってて、まあサラサラした感じではないんですよね。どっちかというとこうガシガシしてると言いますか、動くと絶対シャカシャカいうような感じの、まあいかにもアウターシェルっぽい生地が使われているというところになっておりまして、じゃあ次はポケットはどこにあるのというところになってくるんですけども、これアークテリクスの特徴なんかもしれないんですけど、ポケットの数ってあんまり多くないんですよね。意外とこう胸元とかにはポケットはなくて、その両脇の部分にしかないっていうことが多いんですけど、このタイプのジャケットもまさにそうで、両脇のところにジップ付きのポケットが両箇所ありますよと、左右にありますと。でこの中側には一応フリース素材みたいな柔らかい素材は使われてはいるものの、まあ、特にそれ以上こだわったような感じはないんかなっていうのが、まあ、ポケットですね。でまあそれ以外にはこれ裾の部分を見てもらったらわかるんですが、特に後ろですね、後ろの裾の部分見てもらったら分かるんですけども、こうなんていうんですかね、こう形がこう円曲してると言いますか、ちゃんとアウターの背びれみたいになってるじゃないですか。まあ要は分かりやすく言うとこのセミみたいな感じの形になってると思うんですけど、まあ、これっていかにもアウターっぽい形に仕上げてるっていうところも見た感じから取れるかなと思いますし、まあそれ以外には手首のベルクロであったりだとか、あと首元のドローコードとかもそうなんですけど、まあいかにもちょっとアウターっぽい感じでは作られてるなっていうのが、まあ形から分かるかなと思います。ではまず特徴を見ていきたいなと思うんですが、このカッパフーディを使う上で真っ先に押さえとかなあかんところっていうのがですね、これはもうアウターでしかないというところなんですね。あ、そんなもん当たり前やんけ、どう見たってこんなもんアウターやんけ、これ中に着るやつおるんかいっていうことなんですが、よくですねアークテリクスで他に似てるやつがあるんですね。それがアトムエアルフーディーとの比較もしてほしいですっていうお声いただいたりするんですけど、これが多分似てると思われる方もいらっしゃるんですよ。でこっちに関してはインナーでも着れるんですよ。要は中にも着込むこともできるし、これをアウターとして着ることもできるっていうような使い方ができるんですよね。だけどこっちのカッパフーディーに関してはもうインナーとしてそもそも使うようにできてないので、もう鼻からアウターとして作られてるっていうところが、まあ、今から話していくところにはあるんですけども、まず着方の前提がもう全く違うということになっているので、アトムエアルフーディーと比べると選択肢は、アウター一択というような感じになってるかなと思います。ではまず特徴を見ていくんですけども、これが中に中綿が入ってるんですよね。中に綿が入ってるから中綿、それは当たり前なんですけど、中に綿が入ってるっていうことなので、あ、中に綿入ってるって言ったらパッて見るとダウンジャケットとか、ああいうあったかい系なんやっていうイメージはなんとなくつくと思うんですけど、これはダウンジャケットほど綿は入ってないんですよね。どういうことやどういうことやということになってくるとですね、まあ、分かりやすく言うところのボディービルまで行ったらゴリゴリのダウンジャケットですよねと。で逆に、なよなよ系でもガリガリになっちゃったらちょっとそれはどうなのってなってくるじゃないですか。でもそのちょっと間ぐらいなんですよ。要はなんていうんですかね、ベストボディジャパン的な感じと言いますか、程よいシルエット、そしてビキニがまた似合う、まあこれ男子も女子もそうですけどね、似合うぐらいの感じで、あ、小麦色に焼けた胸筋がいいな、腹筋がいいな、やっぱりこの腕の上腕二頭
頭筋が切れてるなとかっていうのはあると思うんですけど、まあ何事も中間がいいということになっているので、このワタもですねそんなにめちゃくちゃ入ってるわけでもないんですよね。でかといって激薄なんかって言われるとそんなこともなくて、まあまあええ頃合いのワタが入ってるんですよ。でそれが何のワタ入ってるのっていうと、この赤のワタになってるんですけど、赤のワタではないんですけどね、赤のマークのワタになってて、コアロフトっていうあの名前というかワタが入ってるんですよね。あれワタといえばプリマロフトじゃないのっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ分かりやすく言うところのこれはですね、あのアークテリクスが独自で出してるワタなんですよね。だからそんなに有名じゃないと言いますか、まあもちろんアークテリクス好きな人からしたら、いえお前有名ってそこは言えよっていう感じだと思うんですけど、まあ知らん一般の方からしたら、このコアロフトが認知されてるかって言われたらそこまで認知されてないと思いますので、アークテリクスが作ってる中のワタなんですよね。でそれが入ってるということになってて、そのワタのおかげで温かいんですよっていうのがまあ原理なんですよ。でそれに加えて先ほどから言ってるみたいに、綿の量がまあちょうど真ん中ラインやから、こうええ具合にあったかくて動きやすいっていうような感じの綿の量に調節されてるんですよね。逆にこうダウンジャケットでももこもこ雪だるまみたいな感じになってる時って、まあ動きやすさはないじゃないですか。まあ要は筋肉でいうところの、まあパワーはあるけども俊敏さはないみたいな感じになってくると思うんですけど、まあこれに関しては一応両方ともいいとこを揃えてますよと。ただ極寒地とかめちゃくちゃ寒いとこ行くっていうになってくると、これはもう真冬で多分無理やと思うんですけど、まあ、それこそ人の感じ方にはよると思うんですが、まあ、例えばあったかい地域とかやったら、まあ冬でも過ごせたりとか、まあ、それこそ人にはちょっとよると思うんですけど、まあ、関西やったら冬でこれで行けますよっていう人もいてたりとかするんかなっていうところで、中に綿は入ってんねんけども動きやすく設計されてるっていうのがこのカッパフディの特徴になってます。でもしかしたらこれ触ったら、え綿入ってんの、なんかこれ入ってる感じせえへんでっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、綿ってあのこうイメージするのってふわふわのイメージじゃないですか。じゃなくてこれに関しては何ですかね、はんぺんみたいな感じでバチンってこうあの平べったくされてるんですよね。でそれを入れてるだけやから、まあ、動きやすさもあんねんけども、まあ、かさばらへんっていうのもいいねんけども、あれなんか綿感じ、なんか綿の感じせえへんなっていうのに多分なると思うんですけど、それはなんでかって言ったらはんぺん採用されてるということになってて、中にあ綿状のはんぺんが入ってるんだなと思っていただいても結構かなと思います。まあここはねあることないこと僕は普段言ってるので、あのこれもセレクトショップのチャンネルなんかではこんな適当なこと絶対言えないと思うんですけど、僕は個人で適当なこと言ってやっておりますので、まあ、この辺ははんぺん系ジャケットでいいでしょうということで適当なことを言ってはいてるんですけども、次の特徴としてはですね、生地からもう快適な動かしやすいような作りがなってるんですよ。でそれが何かっていうと、もう生地がですねよりしなやかに動いて、なおかつ外とかの風はバチッと止めるような生地が採用されてて、それがゴアテックスインフィニウムっていう名前なんですけど、その生地が採用されてるということになってるので、原理だけで言うならもう完全なるダウンジャケットと一緒ですよね。しっかり風も防いでくれるし、綿も入ってる。ただ綿に関してはこれはんぺんなんですよと。で外の風は防いでくれるけど、はんぺんが嫌な人に関してはちゃんとしたダウンを買えばいいし、別にはんぺんでもいいよっていう人からしたら、まあ別にはんぺんじゃないんですけどね、まあはんぺんでもいいとは思うんですが、まあ、そういう感じの雪とかなんかでも対応できたりとかできるので、まあ、例えばスノボーとかであったりしても全然着用はできるっていうような生地が使われてますね。そして次がですね、これ着用してみたら分かるんですけど、次の特徴がですねフードなんですね。フードがいかにもなんていうんですか、ヘルメットとかをつけた状態でも着れるようになってるし、首元も高めに設定されてるから、ほんまにこの辺しか見えへんような感じなんですよね。だからそれを考えると、こうスノーボードとかでいかにも使うような感じやなっていうのが見て取れると思うんですけど、ちょっとマイク消えちゃうので無言でいきますね。こんな感じとなっております。そしてまあ細かいところで言うと、先ほど形でも見てもらったんですけど、ここがベルクロになってるので、例えばごっつい手袋を締めた状態で上からきちっと留めてあげることももちろんできるし、首元のところにはドローコードがあるので、さっきのこの幅、ここしか見えてないのをもっとちっちゃくギュッてしたりもできるので、あとはダブルジップの仕様になってるので、上を上げて下も上げたりとかできるので、まあ、この辺とかもいかにもアウターっぽい仕様になってますねっていうのがまあ特徴かなと思うんですが、次じゃあデメリット、これ何が悪いんかっていうか、どこが気になるんかっていうところなんですが、これは僕個人的にはやっぱ保温力かなと思ってて、それこそさっき言ったみたいに、まあ、あの綿があるじゃないですか。中の綿っていうのがそんなに量も多くないし、いっぱいこう膨らんでるわけじゃないから、やっぱ体温をそんなにがっちりは受け止めてくれてないんですよね。それは普通のダウンジャケットの圧倒的にあったかいと思うんですが、じゃあこれの使い道はどうなんのってなってくると、やっぱり結構なんですか、あとでまあおすすめの人でも言うんですけど、まあ、時期的には結構限られた時期であったりだとか、それこそ暑がりの人とかにはなってくるんかなと思うんで、これを例えばインナーで着ることもさっき言ったみたいにできないんですよね。そもそもアウターの作りとして作られてるので、この上に着て動けるようなシルエットでもないんですよ。って考えると、これをインナーで着られへんから、もうアウター一択しかない状態で、まあ、綿そんなないんやったら、これは時期とか季節とか人によってめちゃくちゃハマるけど、ダウンジャケットとかこういった中間着とかいっぱい持ってはる人からしたら、別にまあこれは持ってなくてもいいんかなとかって思ったりするので、その保温力っていうのがちょっとデメリットかなというふうには思います。まあ、そういうターゲット層に向けて多分これは作ってるとは思うんですけど、まあ、その辺を
ちょっと期待して買っちゃうとちょっとデメリットになると思うので、まあそんな感じで、じゃあ次おすすめの人がどうなんかっていうと、まあ先ほど言ったみたいに、それこそ冬場にダウンジャケットじゃ暑すぎると、俺もういつも毎年ダウン着たらもう暑くても汗かくねんなみたいな、あんなマフラー巻いて耳当てしてる人の気持ちわからんねんっていう人たまにいてるじゃないですか。僕の弟がそうなんですけど、もう冬場になったらダウンジャケット着ないんですよね。なんでかって言うと暑い暑いって言うんで、暑がりなんですけど、僕は逆に寒がりやからもうダウン着まくったりするんですけど、そういうのも全く違うっていう兄弟になってて、なんで兄弟でもこんだけ違うんかなって、まあ不思議と言ってるんですけど、まあそんなことは一回置いといて、それぐらいこう冬場でも暑がりな人って言ってると思うんです。そういう方に関しては例えばこう冬用のジャケットとして着るっていうのにはめちゃくちゃ向いてると思いますし、それ以外には例えば僕みたいに寒がりとか普通の人であったとしても、スノボーであったり、あとはこう冬場に例えばこうキャンプ行くとか、あと冬場にグランピングしますみたいな、外でおるねんけどちょっと活動もするみたいな、だからダウンジャケットで外でこう活動したりするとちょっと暑すぎるけども、あこれぐらいのまたやったら活動するのにちょうどええなっていう時には向いてると思うんですけども、やっぱり冬場外でずっとじーっとしてる時にはこれじゃちょっと寒すぎると思うので、まあそうなったらダウンジャケットの方がいいと思うんですが、まあそんな感じですよね。とにかく秋と真冬のちょうど間ぐらいには着れるし、暑がりの人やったら冬はずっと着れると思うんですけど、まあ、それぐらいの感覚で聞いてもらうと、ああなるほど、そんな綿は多ないねんなと。そしたら俺今年の冬がっつりしたダウンジャケットが欲しいと思ってたけど、そこにはちょっとあの用途として若干違うかなって思ってもらったり、ああちょうど俺暑がりで冬場のアウター探しとってんっていう方なんかでもぴったりっていうことになってると思うので、まあその辺がねこのカッパフーディーの特徴になってくるのかなと思います。まあやっぱね着丈もちょっと長いんですよ。でお尻とか見てもらったらもうほんまお尻こうぴったり隠れるぐらいになってて、袖もね全然長くて、それこそあのアトムエアールフーディーってさっき似てるって言ってたじゃないですか。このジャケットとかやったらあの同じ M サイズなんですけど、こっちの方がやっぱ細いというか中間着でも着れるよう、インナーとしても着れるようになってるので、そもそもの作りが小さいんですよね。でもこっちはもうアウターとしてしか作られてないから、やっぱそもそもの作りが大きいんですよ。まあそれも最後見てもらったらいいと思うんですが、最後、サイズのその着用動画を見てもらって終わりにしたいなと思いますので、一応サイズがですね178センチ69キロ、 M サイズを着用してるということで、こちらのカッパフーディーもそうやし、アトムエアールフーディーも M サイズを着てますというところでお別れしたいなと思います。ではですね、本日は、アークテリクスのカッパフーディーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。